俺もなんかついてるように見えるな。オートエイムじゃなくて、あれ当たんないな。あ、てかダメだなこれ、操られて照準が、あ、あ、出た出たよ。これナノマシンだとしたらあれでいけるはずだから。どう、あ、ほら取れた。ほら結局そういうことなんですよ。だとしたら、あの操られてるメリルも拘束して三角、お、いけたね。ほらな、ほらね、あ、人形に当たったな今。マンティス人形に当たるのか。あいつ本体には当たんないけど人形に当たる説あるよ。痛い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 、打ちすぎじゃない、そんな打つ。ちょ、レールガン使ったろ、腹立つ。青い方、マンティス人形と、なんだろうね、もう一つはダブルマンティス人形かな。ではまた、いや危ない危ない、もう一回同じことをやるまでだ。君に害を及ぼそうとしていても、それはミリム自身の意思じゃない。彼女を傷つけないように気をつけて気絶させるんだ。はい、これだ。ほら、オッケー。危ない危ない、あいつらはもうね、恐るるに足らんから。やばい、なんか来てる。うい、あいつが人形じゃなく、お、あ、人形いるね。別に、うわ、人形が見えづらくなってるな。あ、ソロ人形ね、そういうことね。でソロ人形が青で死体操ってんのが青っぽいから、あ、危ない危ない、これはこれはこれは、ちょっと待って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 、はい、早く捕まえる、捕まえて、あ、やべ、倒しちゃった、いて、いいのか、あ、よくないよね。あ、今やろうとしたのに、貴様らエリア、痛い、霊所、クソ、あいつらめ、レールガン、あいつらがいるからあれだね。こいつら倒したい。あ、でもあれか、クソ、こいつら掴めないのか。どうしたらいいんだ、こいつらをレールガンでやると。あ、効かないんだね、クソ、腹立つな。うい、人形たち覚悟しろ。うい、いいぞ、効いてんのかな、ダメージ受けてないよねこれ。ずっとこれでいいのか。おい、でもなんかね、プラプラしてきてんだよな、つながりが。お、取れた、落としたよ。いや、もう一つある、もう一つある。あ、やばい、動かされてる俺。
やばい、近くに来た。もう一つの人形を取ってやる。おい、落とした。はい、取った。何、なんか今さ、説明が書いてあったよ。倒れてるけど。あ、あった。これ何、一旦ちょっとつけるか。でスクリーミングマンチスが右手に持っていたやつに聖者をもてあそぶ陰湿な空気。こっちは、あ、死者を冒涜する。生きてる人はこっちで操るってことか。ってことはだ、あいつにこれを使ってみようぜ。はい、あ、 L1、 あ、なんか効いてる。いけいけいけ。これ今コントローラー振ってるだけなんだけど。おー、楽勝楽勝。楽勝だぜ。大丈夫？どうしたどうした、なんか、あー、危ない危ない危ない。あー、手が、手っていうか腕か。おお、掴んでるし、めちゃめちゃ危ないなあれ。いや怖い怖い、危ない危ない、ナイフが、おお、危ないよ、びっくりした。ピクジェム進化すんのかと思ったわ。また恐ろしくテカってるな。立ち方怖くね。それパーカーの紐みたいになってる。ちょっと、浮いた、そして倒れた。これどういう仕組みなんだろうね、このテリテカリの動き具合。ああ、またいつものやつかな。私の頭に悲鳴が聞こえ、悲鳴が。やめて、聞きたくない。毎回思うけど、ちょっと怖いよな。結構背景がまためちゃめちゃ怖かったりするからね。すごいパントマイムがすごい。あれ、あ、生きてる。の、普通のスーツになった。早く私の体から。
毎回思うけど怖いよなこの人たち。何この妙な落ち着き。解放して怖っ。普通にお化けみたいなんだよな。結構避けるんだよな普通に。なんか捕まえようとしても、ほら何今の動き。アクロバティックすぎません？ああ任せろ。うりゃどうやって避けたんだよ今。ういすごい水の音。いいよ。うりゃ。これでいけんじゃない？うりゃ。おい。今一瞬スネークの首がなんかぐにゃってなったね。おー、す、おー、痛い。痛い痛いね。何の手？ふう。あら。なんか、嘘だろ。第二形態とかないよな。集まってるよ、なんか。さすがだ、スネーク。ん？あ、サイコマンティス。サイコマンティスなのか。信じていないようだな。ならば世界最高のリーディング能力と最高の話です。今からバカの前に見せてやる。貴様の性格を当てる。出た、くだらないやつ。当ててみろ。そうだよ、もう時は変わってるんだ。腕を上げたな。いや、ハードと言うべき。まあなんならプレセス3ですら今ないからね。4があるから。俺の最高キネシスを見せてやろう。おう。床の上ね、ちょっとマイクの近くに置くね。うん。平らだよ。大丈夫。嘘。お、ちょっとマイクに当ててみようか。すごいブルブル、ほらうるさいかな。振動が返ってきた。やはり振動はね必要だったよね。どうしたどうしたどうした。こんな、なんて言った今。トラグザーみたいな言ってたね今。なんで爆発しちゃったの。マンティス、何しに。戦士の魂は常に君と共にある。あ、ソロ、最後だけソロ。最後のビーストに向かったんだな、スネーク。あ、最後だったんだね。あんたが拾ったその人形、ナノマシンを体内に持つ人間ならどんなやつでも操ることができる。いや本当、悪魔のツールだな。悪魔のツールだな。すれば、マンティスは南米の出身だ。内戦の絶えない小国に生まれ育った。
彼女がまだ幼い頃のことだ。よく知ってるな。住んでいた村が敵軍に襲われ焼き払われた。敵の掃討部隊に追われ家族ともはぐれた。そうして命からがら逃げ込んだのはとある建物の地下室だった。そこには数多くの死体が打ち捨てられていた。ほとんどの死体にはひどい拷問の跡があった。驚きおののく彼女の頭上からは複数の重い靴音が聞こえ、やがて全身の毛が逆立つような悲鳴が響き始めた。そこは敵が仮設した拷問所だったんだ。分厚い扉の鍵はいつの間にか閉められていた。暗く湿って埃っぽく、刺繍は常に鼻をつく。周囲を乱す拷問の悲鳴に眠ることもできない。かわいそう。閉じ込められた彼女は部屋の片隅で膝を抱き震え続けることしかできなかった。一週間が過ぎ、10日が過ぎた。床にたまる泥水で乾きだけは癒せたが、泥水食料はない。異常な環境と飢餓感は彼女の精神に深刻な打撃を与えた。メスのカマキリがオスを食らうのは知ってるか？知ってる。昼夜を問わない悲鳴は耳を塞いでも防げない。そんな彼女を救ってくれたのは黒いカマキリだった。カマキリは彼女に悲鳴が聞こえないようにする術を教えてくれたんだ。心の耳に栓をする方法な。やつはな、スネーク、耐え難くなった上をしのぐために死体に手を伸ばしたんだ。うわぁ、男ばかりだった。だが彼女には自分がやったという意識はない。彼女の目にはメスのカマキリがオスをむさぼり食う様が幻のように映っていただけだ。もちろんそんな場所にカマキリなんかいるわけがない。幻覚だ。彼女の中のもう一つの人格がそんなストーリーを作り上げたに過ぎないどっから情報持ってくんだろうね、この情報。急所にもなった。催眠術と薬物で崩された彼女の心にサイコマンティスの意識が埋め込まれた。なるほど。 BB 部隊を操っていたのは彼女自身の意思じゃない。半ば同化したサイコマンティスの思念に煽られていただけだ。スクリーミングマンティスもまた操り人形だったってわけだ。ともあれ彼女はその地下室で数週間を生き延び地上に戻った。だが頭の中ではその後も悲鳴が途切れることがなかった。今度は現実の悲鳴じゃない。心の耳栓が役に立たなくなった。黒いカマキリも消えた。もう避難所はない。だから奴は叫んでいたんだ、頭の中の悲鳴をかき消そうとして。だがそれも終わった。スネーク、あんたはマンティスを暗い悪夢から解放してやったんだよ。なるほどね。てか BB 部隊が全部マンティスが操ってたってことだね。じゃあね、邪魔して悪かったな。 GW が待ってる。今度はあんたが終わらせる番だ。フェイスカム。おう、メリル、すっかり忘れてた。メリル。スネーク、ジョニーは？ジョニー？敵が。ジョニーは？逃げたのかな。いいね。スネーク、先に行って。ここは私が。一刻も早く GW を破壊して。私の命があるうちに。メリル。スネーク。この先はマイクロ波が放射され。そう、電子レンジ。無事では済まない。悪かった、お前まで。
が守ってみせる。敵今待ってんのかな。あの世で会いましょう。早く行って。すまん。行け。でもあんな銃一発でやられちゃうんだね彼ら。と言いつつもやっぱり不安。あとマガジン3つか。